今日は日曜であることもありましてですね、少し、前のことなんですが、タバコというものを取り上げるんではなくて、取り上げてはいるんですけど、むしろ錯覚取りの練習問題みたいにして、もう一回ちょっと見直してみたもんですから、その1枚を書きまし、出したんですけれども、このところちょっとですね、2011年の原発事故以来、必死になってっていう感じなんですが、ブログを書き続けてまいりましたんですけど、そうしますとちょっと執筆が止まったりしますんでですね、少し過剰かなと思ったりもしてたんですね。それで少し前から音声だけにしてたんです。これは今書いてる原稿の締め切りが近づいておりまして、現実的にはそういう問題があるんですが、あまり無理をするというのもなんなんで、音声で、ブログを続けているというそういう状態ですね。虎ノ門ニュースなんかも始まって、かなり、そういう点での準備も必要になったというようなこともあるんですが、このブログはまたブログで非常に面白いものですから、私としてもですね、面白いというか、私の考えの主な部分はこのやっぱりブログを進めていることによって一段階一段階上がってるもんですからですね、やっぱりブログは続けたいと思いまして、ちょっとこれからですね、少し自由な感じでブログを書いていきたいというふうに思っております。最初のこの錯覚取りの練習問題というのを少し続けたいと思ってるんですけども、私がタバコが肺がんと関係があるかということをに疑問を持ったのはですね、ここに示した、表紙に示した、グラフなんですね。私に近い人はよく知ってるように、私はタバコ吸わないんですね。30ぐらいまで実は吸っていたんですけれども、その当時石油化学コンビナートにおりまして、工場の中ではタバコは一切ダメでした。あの頃の石油化学コンビナートというのは結構爆発事故があってですね、それで爆発事故も火を使ったからとかいう爆発事故じゃなくて、一番多かったのがポロシャツのですね、ポロシャツをこう従業員が外にズボンの外に出してますとですね、ズボンとポロシャツが擦れて静電気が溜まってパチンといってですね、それでその時にバーンと爆発するっていう、そんなような危ない雰囲気でしたもんですから、タバコを吸うなんてとんでもなくてですね、事務所でも全然吸えなかったわけですね。それで雨の中を10分ぐらい歩かなきゃ吸えないっていうんで、もう結局やめちゃって、それ以来タバコはやめたわけですね。ですから私自身としては喫煙と肺がんの関係なんていうのは自分には関係ないんですけれども、ある時にですね、このグラフ、ここに掲げたグラフを見て、本格的にちょっと調べようと思ったのはですね、これは単純なんですが、喫煙率を見ますと男性は1965年ぐらいはですね 80% ぐらい、私の経験でもほとんどの人が吸ってましたね。80% ってもほとんどの人っていう感じなんですよ。っていうのはもうご老人で引退なんかしてる人いますからね、産業人で元気な人はもうみんな全員がタバコ吸ってるわけですね。そうすると 80% ぐらいになる。それが今 40% 切りましたね。今34だったかな、そのぐらいですよね。それもタバコの本数も随分減ってます。そういう点から言って、そのがんがですね、肺がんがどん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 増えてるっていうのはちょっとおかしいなと、これ見ると誰でもそう思うと思うんですね。もう一個は女性ですね。女性はいつも喫煙の問題ですと男性の影に隠れて議論しないと、僕がタバコの本を書いた時に女性は人間でないのかっていう失礼なことを書いたんですけど、実は、女性はですね、もう少しはっきりした結果が出てるのに男性のことばっかり議論してるんですね。これ女性を見ますとほとんど喫煙率が変わっておりません。ほんのわずか減ってますけど、これは減ってるというほどじゃないでしょうね。ところが女性の肺がんはどんどん増えてるわけですね。それでこれはどういうことなのかということですよね。つまり男性については喫煙率が下がっているのに肺がんの死亡率が上がってるということですよね。それから女性は今度は、簡単に言うと血縁率が変わらないのに肺がんが増えていると。で、肺がんが増えていてもですね、大した肺がんががんの中で大した比率を示さない場合はいいんですけれども、今肺がんは一番がんの中で多いわけですからね。だからやっぱりがんの撲滅ということを考えても、このことはなかなか実際的にも面白いし、
社会学的にも面白いですよね。自然科学っていうか、あの科学としても面白いんですけども、医学としても面白いし、また社会学としても面白いんですね。っていうのは、これほど喫煙率が下がって肺がんが減らないのに、まだどうしてタバコを吸うと肺がんになると言っているのかという、あのこの不思議なことですね。まあ、私がよく神棚に貼れば、それが事実になるのが日本だとこう言ってるんですけども、まあ、事実がどうであれ、神棚にタバコを吸うと肺がんになるというのを、床の間に貼るとですね、もうそれが事実になってしまうっていう、まあ、形式主義って言いますかね、それが日本にあるわけですね。ところで私はあの楽しく生活をしてるんですが、私が楽しく生活してる大きな理由はですね、こういうことに疑問を持つっていうことなんですよ。あれ変だなと思うわけですね。これがおそらく私の頭が今のところボケない、まあ明日ボケるかもしれませんが、今のところボケない一つの理由ではないかとも思うんですね。楽しい理由でもあると思うんですよ。あのやっぱりあのあれどうかな、あれちょっと調べてみようと思って調べ始めますね。そうするといろんなことが分かったり、最初に思ってないことが分かったりするんですよね。ですから非常に面白い。つまりこの今の世の中ってのは、まあそんなにみんなが忙しいのかどうかもよく分かりませんけども、忙しいって言って、僕もあの武田先生は忙しいですねって言われるんですけども、まあそういう意味では忙しい方かもしれませんが、ですけれども、その人間っていうのは何か目前のことを片付けるために生きてるわけじゃないので、やっぱりこの楽しさっていうのはですね、こういったあのことを疑問に思って考えたり整理したりするっていうのが面白いですね。特に最近ではあれですね、ネットが流行ってますから、昔はこういうものを調べようとしますとまず疲れたんですよ。なんで疲れるかって、図書館まで行くのがまず疲れて、図書館って結構あれ疲れるんですよ。それから一個一個コピー取りますからね、それコピー取る時にも了解が行ったりしましてね、家に持って帰ったらそのコピーを整理したり、なんだったら切り張りしたりするもんですからすごい疲れるんですけど、現在はまあそれは随分便利になりましたね。今日実はあの、朝鮮の韓国の問題になってる慰安婦の問題についてですね、いろいろこう勉強をしましたらですね、例えばあの上村さんという問題になっている先生、朝日新聞の記者で大学の先生になった上村さんというのは、実はあの一番問題になっている吉田証言という慰安婦の証言とは全然関係ない人なのに、あのバッシングされてるんですよね。それでその理由がちょっと僕もよく分からなかったんですけども、まあ、今日はちょっと調べたらですね、実はあの新聞記者がですね、まあ、そのある人が言ってるのを聞くと、2時間もネットを調べれば分かることなのに、それも調べないで記事を書くと。要するに、まあ、これはね、あの、もう一つの、まあ、だから、ネットってのは非常にいいってことをまず言おうとしたんですが、もう一つはですね、やっぱりあの、今の新聞記事とかテレビの放送っていうのはですね、上村さんが、その吉田証言というインチキ証言をあの新聞記事に書いたかどうかっていうことは実はね、全く関心もないし意味もないんですよ。今の新聞記者とかテレビ放送というのは事実であるかどうかってことは全然問題にしません。問題にしてるのはですね、みんなが自分の記事を歓迎してくれるかということで嘘を最初からつくんですね。ですからまあ多分2時間調べたら分かることをなんで日本中の新聞とかテレビが嘘を書いてるのかということを今日どっかの解説で読んだんですけれども、それは多分僕の解釈によればですね、新聞記者は多分知ってんのかもしれないんですよ。吉田証言という慰安婦の証言の中では最も重要な証言と、それからその慰安婦でものすごく非難されて大学教授になってもなかなかいたたまれない生活を送っている上村さんという人とは全く関係ないということを知ってて、しかしその人に罪を着せることによって、その人を社会的に排除できるということを日本国民が喜んでるのでまあそれに合わせて記事を書く。だからこれ犯罪ですよね、考えてみると、まあ、こういうことがタバコにも実はあるんですが、まあ、タバコの場合もみんながタバコの煙が臭いから嫌だと思ってるので、タバコをやっつければいいということで、まあ、山ほど嘘がまあ入ってるんですよね。その嘘の中でどれが本当か、まあ、本当な部分もあるわけです。まあ、あのお医者さんなんかにもしょっちゅう僕聞いてるんですね。あの呼吸器の医者とか肺がんの手術の名医とかそういう人にこう聞いて、実際はどうなんですか実際はどうなんですかって随分聞いてですね、
そして、まあ、見るとですね、いや、多分新聞記者も分かってるんだけれども、まあ、人の、日本の場合特に、まあ、日本だけじゃないんですが、日本の場合特にみんなが思ってることと違うことを書くと、みんなが腹が立つんですよ。つまり自分が考えてることと違うことを書かれると腹が立つ。ということで、書かないんでしょうね。まあそういうこともあって、ますます私の生活が楽しくなる。いや、これは間違ってるかな、合ってるかなと思って楽しくなるということであります。少し、まあできれば続けたい。毎回続けたいと思って途中で挫折したりするんですが、また今度も続けたいと思っています。